今回この車を使い始めて初めての不具合というかトラブルが起きてしまって、なんとこの冷蔵庫が冷えないということが起きました。それで原因が分かんなかったので函館のビルダーさんに数日入院して調べてもらって結果が分かりました。で函館に迎えに行った運びとなります。今の電車はこうなってるんだ。テーブルだ。出発9時ちょっと前に食べていきます。函館向かってます。冷えない原因は結局結論としては冷蔵庫の熱を逃がす排気の口にこのペタッとゴミ袋が貼り付いていたと。それで熱が逃げないから冷蔵庫の冷えが全然冷えなくて冷えてなかった。冷える時と冷えない時があったからおかしいねって言ってたのね。ということはピタッとしっかりくっついちゃってる時には全然冷えなくって、振動とかで動いた時には復活してたりとかっていう動いていたっていうことで、でそれがどこに入っていたかというとここの引き出しなんですよね。引き出しの上にポポッとそう置いてこう閉まっていたっていうこと でここの隙間のところからスコーンと入っていってしまっていたっていうことで使い方に問題があったっていうことで冷蔵庫とか電気系統のトラブルではなかったというじゃんじゃんっていうことで、これは気をつけなきゃいけないんだなっていうことで、あまりここに物を入れないでくださいということでしたね。なんかどこにしまったんだろうってね、いきなりその間にかなくなったんだよね使っちゃったわけじゃないんだけど見えなくなったなって、うん、その他にはなんかビニールもね、ちっちゃいビニールも発掘されたっていうことで、そうここにはあまりそう入っていくようなものは入れられないということになりました。ということで、あとはちょうど1年経つので1年点検ということで見てもらったんだけども結果は何も問題なしということでした。まあよかったよかったちゃんちゃんです。でもさ、これ詐欺な理由があるのかな。一応ね、冷蔵庫って熱をこう逃がすために、うん、周りを隙間たくさん開けないかなくちゃいけないから、うん、そうだよね、なるべく塞がなくていいところは塞がないようにして、うん、無理やりなんか、ね、冷蔵庫をつけてるような感じになるからね、うん、なるほど。で引き出しと冷蔵庫の関係はこんな感じということで、ここに入っていくとこの冷蔵庫の上とか後ろのところに行っちゃう構造になっていたということだった。なるほど。函館ラーメンのリカに来ました。今日は土曜日なのでセットメニューでいけるチャーハンセット850円とあんかけ焼きそばセット920円にしてみます。チャーハンセットです。スープが透き通ってるよ。チャーシューたっぷりで美味しい。ちょっとね焦げてるような感じの風味がね、いいんだ。リカの
あんかけ焼きそばセットで、これさ、あんかけ焼きそば、ストレート麺のあんかけ焼きそばってあんまりないよね。そうね、うん、これ自家製のね、キムチなんだよ。リカの特製自家製のね、キムチ。そう、これニンニクの芽のね、ニンニクの芽のキムチ、自家製キムチ500円で売ってるんだけど、たまに買っていく。これがね、なかなかいいの。ストレートのあんかけの焼きそばってどう？結構絡んでる。本当？ちょっといただいてみる。ウスターソース味なんだ。そう。え、面白い。どっかでこんな雰囲気の、これ黒石焼きそば似てる。そう、うん、甘いし、発見発見。え、麺ちょっと、うん、黒石焼きそばの味じゃん。のあんかけ発見タイプ大好きだな。美味しいねこれ、うん。ということで、函館は桜満開の時だったので、五稜郭公園をぶらっとして帰ることにしました。函館五稜郭公園の桜見に来ました。満開です。風強い。今日はあっち裏の方の橋からぐーっと入っていってみたいと思います。そしてあっちは五稜郭タワー。薄い感じの色のやつね。わー、いい感じ。今日風強いから少し散ってるけど、まだ散る時期じゃない。タワーが見えるよ。炭の匂いとね、焼肉の匂いがすごいの。バーベキュー復活でやってる。活気ある。特別史跡五稜郭、あと裏にもこういうのがあったんだね。タワーが向こうの方に見れて、 裏のも行きます。面白いの。五稜郭公園で牡蠣を使用できるのは花見期間のみです。いいね。鯉とカモがいる。見て見て、カモカモ。午後7時で閉門いたします。すごい人がいるよ。こんな満開に来たの久しぶりだね。そう、今が一番早いんだわ。だからね、うん、このね、五稜郭公園は松がいいの。形とかが、うん、自然にできた松のね、盆栽みたい感じ、うん、案内図がある。函館奉行所あっち、浦門橋っていうんだ。今通ってきたところ、付属建物跡、なんだあっち奉行所の隣にあるね、松が面白いの。形すごい綺麗なの。自然にできた松。松ほらぐーって見てみて、これこれ面白いよ。なんかこうドラム缶みたいな感じのやつが立ってて、榎本武明いましたよ。総裁でございます。こっち中川さん。これね、こっちはまだつぼみのがあるから遅咲きのやつ、1週間ぐらい後でも多分綺麗になってると思う。そして五稜郭タワー。そしてね、売店があるの。いい匂いしてるよ。団子焼いてるような匂いがしてる。桜のソフトクリームがあるよ。これは梅。梅は先終わっちゃってるみたいよ。倉庫ね、これそっち側とかの復元。松ぼっくりがあったよ。番号が書いてある762とか桜に。これ大砲、昔からここにある。多分本物、クルップ砲っていうやつ。そしてこっちがブラッケリー砲って名前が書いている。わー、
普段だったらお堀が見えるんだけども、桜が満開でもう桜だらけだからお堀が見えないような感じ、こんな感じ。すごいね、今年は。タワーすごって見えて、タワーの下ね、すごい人。あっちの方でね、花見のジンギスカンやるんだよね。桜奉行所祭3点セット。ちっちゃいお堀、風情があるわ。あのボートだね、息子くんが50分で着かないって言ったやつ。いっぱい出てるよ、うん、いっぱい出てる。はやぱやって途中から出てる、途中から出てるよ、これ枝じゃない。え、なんか幹から出てるみたい感じよ、これ。わあ、ここも綺麗だよ。今日は来てよかった。仮牢跡って牢屋、罪人を放置しておく牢屋。牢屋がこっちにある。板倉跡って奉行所の裁きに関する記録を保管していた。保管庫だ。奉行所、奉行所の入館料は大人500円。こんな写真が撮れる、うん、これは。衣装を着て写真が撮れるっていうやつだよ。浴衣スタイルで2000円とか。ボート乗ってる人がいるよ、あっち。なんと動物を捨てたり傷つけたりするのはやめましょう、函館市。ここの提灯ぶら下がってるところがジンギスカン、手ぶらジンギスカンのところ。いい匂いしてる。こうやって区画がもう決まってて、申し込んでお金払う。鍋がコンロもあるよ。ホテルのバスかな。今日の晩ご飯は七重浜にある元屋さんです。ただいま営業中。今日の一押し、アサブウズラ、根津さんのアスパラとかだよ。エビのサンダル。とにかくここはメニューがすごいよ、いっぱいある。お品書きドドーン。居酒屋メニューもあるし、普通のご飯として食べられるものも多いし。野菜たっぷり野良そばです。イカゲソ天地らしおろしそば1020円税込み。函館だからイカと思ってイカゲソ。すごい量ね、それもね。すごいよ、海苔パリパリで、ゲソ。あ、本当だ、イカの足のゲソがカリカリって揚げてあるやつと、これは水菜で、どこでカブかな、お野菜があって、その下にね、なんとお蕎麦が隠れているという。あららら、ごま蕎麦、細麺タイプね。のど越しいいね、これ。うん、のど越しのいいタイプ。湯本花の湯に来ました。グツグツしてる。日によって勢い違うね。おとなしい。そういうことでお風呂に入って帰りました。